はい。えー、アンケートありがとうございます。2016年8月24日、22時56分17秒、大宝さん、えー、吉谷社長に聞いてみたいこと、えー、いつもライブ放送をとても学ばせていただいております。ありがとうございます。えー、本当にありがとうございます。早速、動画撮影して YouTube へアップロード、ブログ解説、1日1投稿をスタートしました。加えて商品作りました。メルカリを作って、 メルカリを使った転売の商品です。無料で仕入れた商品を転売する商品です。この商品は成果報酬の仕組みにしました。この仕組みで実際に稼いでもらって感謝してもらいました。おおすごい。そして成果報酬の1000円お客さんから頂きました。この1000円は本当に嬉しかったですえ。私にはまず月収50万円の目標があります。私にもネットビジネスで月収50万は可能でしょうかご指導いただけると幸いです。いや、いけるじゃないですか <laughs> いやこれすごいですね自分でこういう企画を立てて自分でやって実際に1000円も,もらってるってことですからもう01作ってるんであとはこれをどれだけ徹底的にやるかだけだと思いますほ本当すごいと思いますまあ実際にこの実際にねお客さんから1000円もらってめちゃめちゃ嬉しかったですって書いてあるんですけどそれを大切にして頑張っていただければいいのかなっていうで月収50万例えば商品を あの例えばこの方法をこうある程度売上げ作ったらじゃあこの方法を5万円でコンサルしますとかこの僕がやってるやつを5万円でコンサルしますでその5万円でコンサルするのを10人にやったらもう50万じゃないですか5万円のコンサルっていう商品作ってで10人に売る50万ですよね じゃあ、1ヶ月で10人に5万円の商品を売るためにはどういうふうにやればいいのかって逆算して、10人を集客するために、じゃあ Facebook やろう。10人を集客するためにブログやろう。えー、まあ、ブログやってると思うんですけど、まあそういうふうにやっていけばいいんじゃないかなと思います。はい。まあ50万は可能なんで頑張っていきましょう。はい。えー、素晴らしいです。はい。アンケートありがとうございました。